いい機会なんで、聞ければ鉄砲伝来の話。喋ったら名古屋ちまうけん。なんか簡単にじゃあ。録音取らせてもらってもいいですか？録音取らせていただいてもいいですか？ああ、いいっすよ。ありがとうございます。やった。私もちょっと映させてくれて、手元だけですけど。そんな専門家じゃないんで前置きとして専門家じゃないんですもう信用できる話かどうか分かんないですけど一応自分が調べた中ではの話で元々歴史が好きなんですか？いや自分はだからその趣味で始めたんですよ、もう30代ぐらいからですよ、それまでは絵描いたりしてデザインが好きだったんです、歴史はそんな興味なかったんですけど、46です。あ、そうなんですね。じゃあ南さんと南さんの方がちょっと年上かな。そうですね。職業的には一緒の職業一緒の自分も個人でデザイナーデザイン事務所やってる。歴史はまああくまで趣味なんで、そういう教授じゃないんでどこまで信用できるかわかんないですよ。本当。大学の授業とか。は受けたことないですし、知覧会というところで自分で活動してるんですよ。それだから郷土史、言うなら郷土史家っていうジャンルに入るのかな。ああ、そうなんですね。それの一つの意見と思って聞いてもらえばいいと思うんですけど。はい、わかりました。お願いします。鉄砲伝来が1543年でしたね。汚いんで、全然だって書きますね。はい、お願いします。で、ここにも書いてますけど、その、はい、鉄砲伝来にすごく大きく関わっている人が王直って言って、中国の、まあ言うたら海賊みたいな人が大きく関わってるんですけども、はい、王直っていうどういう風に書くんですか。でまたの名はいろんな地方その場所場所によって言われ方名前が違うんですけど、結構有名な言い方でこの五方っていう感じ、別名五方って言うんですけど、この人が結構手引きしてそのポルトガル人とかそういう人たちの銃を持ってくるのにその人の許可がいるっていうか、その人が棟梁としてこの海を支配してたんですね、仕切ってたんですね、その東シナ海。この大きだから1543年種子島の鉄砲伝来っていうのもよく有名な話で、こう漂着漂流してたまたま種子島についていって、でそこに乗ってたポルトガル人が鉄砲を持ってて、でこの漁師の種子島時貞だったかな、その人がそれはいい武器だったので買い付けたのが始まりって言われてるんですけど、それはまあ一応本当の話なんですけど、ただそのポルトガル人乗ってたポルトガル人と一緒に乗ってたのが中国人で、だからそれはこの王直っていう人の一派っていうか、まあ手下っていうかその人なんですけど、その人たちが一緒に乗ってこう道案内してた人なんですね。だからポルトガル人はたまたま乗ってたんですけど、実際鉄砲とかをこうしてたのは王直だっていう、この人が結構重要な人なんですけど、はい、でまずそういう人がいますね、はい、でその人がなんで平戸に関わってるのかというね、1540年にねまずねこの人五島を根拠地として、ここを根拠地とするんですね、はい、五島の福江に、でその2年後に平戸に、今も館跡地ってありますけど、平戸に行けばこの人の像もありますよ、石像、そうなんですね、その時、平戸で有名な人なんですけど、はい、平戸にこの館を建てるんですよね。で
今度平戸もこの人の根拠地となるんです、はい、なんで平戸に来たかって言ったら当時 の, あの 平, 野、平戸の当主は高信っていう人なんですよね。うーん、まさに戦国時代のバリバリの平戸の当主なんですけど、この人がまあ今度一つの説なんですけど鉄砲欲しさに館を与えて鉄砲をその場でくださいっていう、でこう館を済ませたんですね、はい、でその平戸藩主公って言ってね、はい、書物があるんですけど、これに、はい、1542年かな、2年に飯盛城の戦いで鉄砲が使われたって書いてあるんです。うーん、はい、あ、印山記というんですか。これは印山記、印山記には実は書いてないんです。あ、書いてないんですか。印山記に書いてあるのは1542年のことじゃなくて、はい、まあ、すいません、私がそこを書き出して1563年の1563年に飯盛城の戦いってね2回あってるんですよ。ああ、はい、ここに書いてあるんですね。はい、この2回目の時のことは、はい、印山記にも書いてありますし、うん、印山記で鉄砲を使ったってもはっきり書いてありますもんね。はい、であと大回り記って言って、うん、はい、あの こういうのって平戸、平戸旧記って言って、まず大回り記とか印山記とか、まあ、深井記とか、あと豊洋録とか、こういうのが、まあ、昔の古文書みたいなやつですね。この大曲記っていうのはその平戸藩の家臣の大曲っていう人がいて、その人が書いたものなんですけど、はい、この人が生きた時代がもう1500何年生まれで、1500何年4年だったかな生まれで、うん、ちょうどこの平戸高信と同じ同世代の人なんですよ。同時代が来た人、はい、で高信から話を聞いたっていう記録に残ってるんです。だから結構大曲記が最もこう真実に近いっていうか、でこの印山記っていうのはこう出てきてですね、はい、もう大体同時期に書かれた、うん、で印山っていうのは平戸の高信の出家して後、出家した後の印山寺っていうのがあるんですけど、うん、そこのお寺の人は書いてるんですよ、はい、それも高信から、高信から聞いたって言ったかな。大曲記はもう高信の自身から聞いたって言ったのが残ってるんですけど、印山記はもしかして高信から聞いたっていうのは残ってないかもしれないですけど、まあ、時代はより近いんですよね、はい、この2つが最もこう一番信用できるやつなんですけど、ただ印山記がね、あの年代の間違いがねあるっていうのがもう結構あって、それは結構調べた自分より上の先輩の方がいろいろ調べて分かったんですけど、年代の間違いが結構あるんですね、はい、けど読み物としてはすごく面白くて、あのこの飯盛城の戦いの様子とかもすごい詳しく書いてあるんですよ、ドラマチックに。弓の強者が名前も分かってるんですけど3人いたりして、その人たちが平戸の石火矢っていう大砲みたいなので殺されたり、いろいろその場面場面でこう物語みたいに載ってるんで、すごく面白い書ではあるんですけど、ちょっと年代に間違いが多いっていうのがあって、ただ大曲記はほぼほぼこれを結構参考にしてるっていう、はい、この旧記を元にして書かれたのが平戸の、今の平戸のですね、平戸藩の正史って言って最も信頼できる本で、火星伝っていうのがあるんですよ、はい、火星伝はだからこれとこれとこの辺を元にして、あの江戸時代に、戦国時代の代だったですよ、江戸時代になってもう綺麗にまとめてるんですよね、平戸の歴史っていうのはこうだっていうのが、こういうのを参考にしてる、はい、でこの火星伝にも第1回目の飯盛城の戦いと第2回目の飯盛城の戦いのことを書いてあるんですね。
で、第1回目の湯毛城の戦いっていうのは今分かってるところでここで起きてるんですよ、1542年に。1540年に湯毛城の戦いが起きたっていうのは、実はね、大曲記にはその1542年っていうのは書いてなくて、ただ1回目に最初にあって、この2回目にここのことははっきり書いてありますよ。2回目は、けど1回目の年代までは書いてないですね。で、印山記で言うと、もう1回目のことは全く書いてない。で、2回目のことは詳しく書いてある。これなんでかって言ったら、1回目はね、平戸の方が負けてるんですよ、大敗してるんですよ。だから負けた歴史はあんまり書いてないっていうのが、まあ推測されるんですね。だから大曲記には、まあもう一回言っちゃいますけど、湯毛城の戦いっていうのは1回目は書いてあるけど年代書いてなくて、2回目は詳しく書いてある。印山記にはここはもう書いてもいなくて2回目だけ書いてある。だからこの辺がね、結構みんなこの年代がちょっとごっちゃになっちゃうんです。あ、多分2回目のことをここでは1542年湯毛城の戦いに鉄砲が使われた説って書いてありますけど、本当はここのこと。はい。だから1回目の大曲記でさっき言った戦いがあったっていう記述の中に鉄砲っていうのはないんですよ、残念ながら。印山記にはもう書いてもいない。はい。で、なんでこの、じゃあここにもここにも年代書いてないのにこの1542年っていうのかって言ったら、もう一丁 書物があって、新宝寺年代記やったかな。この新宝寺っていうのが今も新宝寺跡っていって、元山のとこあるんですけど、これが飯盛城を治めていた宗家松浦っていうのがいるんですけどね、平戸と戦争してた相手方ですね、こっちの飯盛城側の人たち、宗家松浦氏の菩提寺で、ここにちょっと記録が残ってるんですよ。その中に1542年に平戸と戦って、こっちが勝ったみたいなことが書いてあるんですよ。平戸の方にはあんまり書かれてないっていう。だからこれ、まあまあ平戸の人だから信じるか信じないかはちょっとね難しいんですけど、ただ新宝寺年代記にはっきり書いてあるっていうのはあるんで、一応まあ自分の中では1542年に戦いが起きたって。で、師団会の先輩方も結構そういう人が多いん で、1回目は戦いは1542年って自分は思ってるんですけど、で、この平戸藩士公、さっき言ったっていうのはいつ書かれたのかって言ったら、もうこんなのよりも全然新しいんですね。それだけ1900年代に書かれてるんで、こういうのもこの辺の、まあ、参考にしてるんでしょうけど、平戸藩士公で言われてるのが、1543年に飯盛城の戦いがあって鉄砲を使ったって書いてあるんですよね。そこが結構みんなが最初に鉄砲を使ったとこじゃないかっていう、あれの元になってるのが平戸藩士公なんです。でも自分から言わせれば、もう本当に信頼できるのはこの2つなんで、ちょっと信用できないかなっていうのはあるんですけど、ただ説としては面白いんですよね。はい、さっき言ったように王直がもう1542年には平戸に来てるんで、もし飯盛城の戦いが起きた1542年にもう同年代ですけどね、もう鉄砲を持ってきてたら使ってた可能性は十分あるんで、可能性はあるんですけど、でもどの本にも昔のこの本新宝寺の方にも鉄砲の記述はないんですよね。この辺にないんで、はい、絶対だとはちょっと言えないっていう。ああ、そうなんですね。だからちょっとね、もうちょっとなんかあればこの辺で書いてあれば立証できるんですけど、あ、立証できてるのはもうこの1563年で使ったっていうのが確実な。
でね、今の日本で一番言われてる、一番最初に使ったんじゃないかっていうのが1549年のやっぱ鹿児島の島津っていうのがいるんですけど、この人ね、種子島時貞の漁師なんですよ。はい、で鉄砲を種子島時貞が漁師に献上して、で戦で使ったんですね。なんていう戦だったかな、カジキ城攻めか。城攻めで島津が使ったっていうのが、まあ、結構いろいろ説があるんですけど、もういっぱいね、はい、けど これがなんか今のところあれかな、一番最初に鉄砲を使ったとかいうのは。うーん、確かに飯盛城の戦いで1542年か平戸藩士公が言う1543年だったら日本一、今のところになんかかなり早いんですよね。うーん、そうですね。ちなみに長篠の戦いは1575年です。長篠ってほら、はい、織田信長と武田側がして、信長が銃をいっぱい使って、初めてこう組織的に銃を使ったので一番最初だって言われる長篠の戦いが、それは1575年ですからね。うーん、だからそのもう10年近く前にもう飯盛城の戦いでは鉄砲めっちゃ使ってるっていう。だから平戸は早いのはもう間違いないです。うーん、そうですね、うん、全国的にですね、全国的にめちゃめちゃ早い、めちゃめちゃが最初ですよね。うーん、で鹿児島のその種子島も早いんでしょうけど、王直が根城にしてたのが平戸と五島なんで、うーん、はい、種子島はまあたまたま漂流したっていうことで始まったんで、本当はだから鉄砲伝来は俺は平戸の方が早いって言ってもいいんじゃないかなと思うんですけどね。うん、ビジネス的にはもう平戸です、ね、平戸ですか、王直からしたらですね、うん、イレギュラーな感じですけどね、たまたまですね、うん、で売っちゃおうかみたいになったっていう。そうですね、もともと付き合いがあってビジネスしてたのは平戸なんで、そうそうそう、多分そうですよ。だから本当鉄砲伝来って言ったら平戸って言った方が本当はなんかいいような感じはするんですけどね。そこはもう種子島の方が許さんでしょうけど、ね、今更覆すなんて、説と説のこう戦いがあるみたいで、あ、向こうにもね、いろいろ言い分なんですよね。あ、それであのおそらく負けてしまったんじゃないかなと思ってですね、その説、こっちの説がですね、あ、派閥みたいなのがあるみたいです。ただなんかね、平川先生、これ師団会の平川先生もやらしたけど、この五宝っていう名前が対馬の方の、はあ、種子島の方の、書にも載ってて、五宝っていう人がこう関わってるっていうのが、ただこの五宝の五っていうのは五島の五なんですよ。五島の五を取ってるって言われてるんですよ。だからすでに種子島に来た時に五宝って言われてたってことは、やっぱりもうその前からもう五宝の名前だったんで、五島と関わりがあった、1542年に関わりがあったっていうことなんで、やっぱりこっちの方が王直が接近してたのは絶対早いんですよね。だから平川先生と中島先生に火縄銃をこう、最初に先生がするときに一緒に集まってこうご教授いただいた時があってですね、その時に蘇我にいらっしゃるんです。ああ、やっぱり、ああ、うん、そうですよね。昔ってこう五島とかそういう島にたどり着くのって何かこう理由があったんですか？いくつもこう島がある中で、いくつも島がある中でやっぱり五島がこう、あ、ちょうど王直のね、経路、中国から行きやすかったんですね、本当。そうですね。ああ、そうなんですね。やっぱ地形的なものはありますよね。そうそう、五島、平戸で、やっぱ太宰府の方がやっぱ中心やったけんが、そっちに行くためのこうですね。へえ。山口、須防ですよね。
東シナ海からすごい距離だから この中国に行くときに漂流して種子島についてるんですよ。へそれはまあ種子島の人も言ってますもんね、漂流してついたっていう。だから本来の経路はまあ高齢ですよ、ずっと五島とあと平戸に自分の館を置いて根拠地にしてたんで、そっか、それで太宰府を目指してたんですね。そうですね、こっちにも来てですね、ここから行ってたんで。なんかね、大曲木にもさっき言ったこの平戸宮家の大曲木にも鉄砲を製造してたのは種子島と平戸が早かったっていう、やっぱり種子島もまあ確かに早かったんですけど、平戸もやっぱり一緒にやってたっていうのは書いてあるんで、へ製造も早かったんですね。ああそうなんですね。で平戸藩の、1560年、飯盛城で戦ったっていう使ったっていう記述もあるんですけど、その前の1560年の時にこう大村に加勢して平戸の鉄砲隊が30丁あの持って行って戦に加勢してるんですね、大村に言われて。そこでめちゃくちゃ活躍して、あの平戸の鉄砲隊ってすごい訓練してて、あの性能がすごかったんですよ、銃の実力。他の班はあんまりそこまで持ってても 2,3 丁とかで、あの性能も良くなかったんですけど、平戸はすごくて敵をいっぱい倒したんで他の周りの人がびっくりしたっていう記述が残ってる。なんか大丸木にも書いてますけど、あの飛んでる鳥とか泳いでる鳥を撃ち抜いたっていう、すごいあの技術の高さが平戸の鉄砲隊はあったっていうのが書かれてる。へえ、そうなんですね。それこう結構大曲木に書かれてるんですよ。平戸の鉄砲隊というのはかなり優秀だったんでしょうね。かなり訓練してたんでしょうね。それが飯盛城の戦いで生かされたっていう。ただ日本一かって言われたらちょっとやっぱ1549年のこっちの方が早いし、日本一じゃないかもしれないですけどね。でも空想でね、1542年で使ってたらもしかしたら早かったっていうのもあるね。そうですね。あの全てまとめ、これをまとめたのは火星伝っていうのがあって、これが最も信用できるって言われてるんですけど、平戸の、はい、まあ、平戸藩内の歴史については火星伝が、平戸藩志向はちょっとそこまで信用できるのあれじゃないのかなって自分は思うんですけどね。そうなんですね。まあ、でも本当なってしまえばね、なんか信用しちゃいますよね。それはありますよね。そうそうそう。やっぱ、まあ、1900年代って言ってもやっぱ昔の本やけん、今で言ったらですね。